おい、何ぼーっとしてんだぞ。暑さでやられちまったのか。全体止まれ。やっとオアシスに着いたんだぞ。これより15分の休憩を取る。その後また寮へ向かい行進開始だ。水ってこのオアシス、水が全部干上がっちまってるんだぞ。水が欲しいのか。当たり前なんだぞ。もう喉がカラカラだ。なら俺がよく冷えたうまい水を飲ませてやるよ。ネッサの憩い、終わらぬ宴、歌え踊れオアシスメーカー。あー、恵みの雨なんだぞ。うめえ。乾いた体中に染み渡るうまさだ。あー、生き返る。そうか、うまいか。水だけでいいなら乾いたオアシスをたっぷり満たすくらい出してやれるぜ。俺のユニーク魔法オアシスメーカーは少しの魔力で美味しい水をたくさん作り出すことができるんだ。なんか水がいっぱい出るってユニーク魔法にしてはめっちゃ地味なんだぞ。水が出せる魔法師は他にもたくさんいるし。そう言ってくれるなよ。少しの魔力でいっぱい出るってのが俺のオアシスメーカーの売りなんだ。水道が普及してない時代なら水汲みや加熱殺菌しなくていい水がいくらでも出るなんてすっげえ重宝されたと思うんだがな。ま、お前の言う通り水道が普及した現代じゃあんまり役に立たない魔法なんだけどさ。でも俺が生み出す水は世界一うまい自信があるぜ。そう言われてみれば確かに。お腹に優しい冷たさでありながら決してぬるくない。新鮮な湧き水のように口当たりまろやかでごくごくいけるお水なんだぞ。モンスターに水の違いなんかわかるのか。何を、失礼な。俺様の味覚は確かなんだぞ。俺の見込み通りだ。グリムは違いがわかるやつだって思ってた。よし、褒美にクラッカーをやろう。腹は減ってるけど今パサパサしたものは食いたくねえんだぞ。確かに出発前とは別人みてえなんだぞ。ん？なんだ？何か言ったか？カリム、15分休憩がもう終わる。皆を集合させて寮へ戻ろう。もう？もう少し休んで行ってもいいじゃないか。あまりのんびりしていると日が高くなる。気温が上がるとその分きつくなるぞ。それもそうか。よし、お前ら寮へ戻って朝食だ。帰り道も頑張ろうぜ。こんな囚人生活からは一刻も早く逃げ出したいのに。悔しいことに飯だけはめちゃくちゃうまいんだぞ。囚人生活？よくわからないけど気に入ったならよかったぜ。たくさん食えよな、グリム。今日は牛乳の青カビチーズがあるぜ。たっぷりクラッカーに乗せて食えよ。クラッカーはもういいんだぞ。なんだよ、遠慮すんなって。なははカリム、そう次々と食い物を口に詰め込むんじゃない。グリムが窒息するだろう。ノット、ゆっくり食っていいんだぜ。まだまだあるんだから。もぐもぐ、ごっくん、そういう問題じゃねえんだぞ。今日は昨日食えなかったアイスクリームをデザートに用意してあるぞ。たくさん種類を並べてでかいスプーンで好きなだけザクザクすくって食べるのがカリム流だ。スプーンでザクザク。そうそう、いくら腹いっぱいでもデザートは別腹だろ。今持ってきてやるから待ってろよ。あ、カリム待て、俺が用意してくるからお前は座ってろ。いいって、アイスの用意なんか冷蔵庫から出してくるだけだろ。バカ、
主人に給仕させる従者がどこにいるんだ。お前はもう少しアジーム家の後継としての自覚を持ってくれ。お前にそんなことさせたと知れたら俺が父さんたちに怒られる。ジャミルは本当に真面目だな。いいじゃないか、今は同じ学園の学生同士だろ。それじゃあ俺が皿に盛り付けるから運ぶのを手伝ってくれるか。お安い御用だぜ。ごさ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 、ん、どうかしたか。あ、いや、なんでもねえんだぞ。よし、今用意してくるから少し待ってろよ。俺様、いよいよ混乱してきたんだぞ。今のカリムは人の話を聞かないけど悪いやつじゃねえ気がするんだぞ。おい、お前たち、いつまで飯を食ってるつもりだ。王様にでもなったつもりか。今すぐ食器を片付けろ。すぐに午後の特訓を始める。はいはい、はい、また怖い方のカリムになっちまったんだぞ。お前たちも逃がさないぞ。今日は夜までみっちり防衛魔法の特訓だ。さあ庭に出ろ。よし、オンボロリオの二人はちゃんと部屋の中にいるようだな。他の部屋を見回りに行くぞ。最近脱走する寮生が後を絶たない。カリム寮長も非常にお怒りだ。ジャミル副寮長の進言にも耳を貸さない状態らしい。いつまで続くんだろうな、こんな生活。僕もう実家に帰りたいよ。弱音を吐くな。俺だってホリデーを家族と過ごしたかったさ。見張りは行ったか。午後の訓練も食べたものが全部出そうなくらいきつかったんだぞ。学園長は当てになんねえし、もう俺様たちだけで何とかするきゃね。そこで頭脳明晰な俺様が完璧な脱獄計画を考えたんだぞ。聞いて驚け。俺様は脱出に必要なアイテムを昼間入手した。見ろこれを。このスプーンで少しずつ床を掘って外に出るんだぞ。地元じゃ穴掘り名人と呼ばれたグリム様に任せておくんだぞ。お前は誰か来ないか外を見張ってろ。思ったよりスムーズに削れる。結構いけそうな気がしてきたんだぞ。掘ってるだけの単純作業で飽きてきたんだぞ。お前ちょっと変われ。俺様が外を見張ってるんだぞ。やべ、見張りが来た。寝てるふりするんだぞ。朝までかかってやっと俺様の両腕が通るくらいの穴が掘れたんだぞ。出ろお前たち、朝の特訓の時間だ。今日も東のオアシスまで行進する。
ぜ。はい、喉がカラカラなんだぞ。カリム、水を出してくれ。この俺に水を出せだと？お前誰に向かって口を聞いている？俺はお前らの水道じゃない。水が欲しいものはオアシスから汲んでくるがいい。この干上がったオアシスから水を汲めだって？さすがに横暴が過ぎるだろ。道長は本当にどうしてしまったんだ？大丈夫だ。こんなこともあろうかとラクダに水を積んできてある。荷物を下ろして水を分け合え。ありがとうございます。ジャミル先輩が寮長だったらよかったのに。めったなことを言うんじゃない。カリムに聞かれたらどうする？だってそうじゃないですか。カリム寮長がこうなる前から寮長の仕事らしいことはほとんどジャミル先輩が。いいんだ、それがアジン向けに使える俺の一族、いや俺の仕事だからな。水を飲んで少し休め。日が高くなって気温が上がってきた。きっと帰り道の方がきつくなるぞ。ジャミル先輩。寮生集合、休憩時間は終わりだ。さあさっさと隊列を組め。ジャミル先輩、俺やっぱりもうこんな寮にはいたくない。僕ももう寮長には従いません。ジャミル先輩はなぜあんなカリム寮長に従うんですか？それはあいつがカリム・アルワジームだからだ。それも理由の一つではある。それはどうだろうな。今日の夜少し話をしよう。カリムには気づかれないように俺が手を打っておく。君たちも時間をくれないか？みんな集まってるか？はい。カリム寮長は寝たよ。安眠効果のあるハーブティーを煎じたからいつもより深く眠っているはずだ。で、何なんだぞ俺様たちに話って。もう俺様ヘトヘト、一刻も早く寝かせてほしいんだぞ。みんな同じくらいきついんだ、静かにしてろ。お前たちがカリムのやり方に不満があるのは分かってる。冬休みに寮生たちを寮に縛り付け、朝から晩まで過酷な特訓。不満を持たない奴はいないだろう。俺もカリムのやり方が正しいとは思ってない。じゃあなぜ止めないんです？止めたさ、何度も。聞く耳を持ってもらえなかったけどな。お前らそんなにブーブー言うならジャミルじゃなくてカリムに直接文句言ってやればいいんだぞ。それはその、なんだお前ら、ジャミルには言えてもカリムには言えねえのか？意気がねえ奴らなんだぞ。違う、俺たちだって言おうとしたさ、何度も。でも様子がおかしくない時の寮長は本当におおらかで優しい、いい人で。こんなことになる前は俺たち全員寮長のことを尊敬してたんだ。どの寮よりも素晴らしい寮長だと思ってた。入学したばかりの頃、寮に馴染めなくて悩んでた俺の話を親身になって聞いてくれた。授業のレベルについていけなくて学校を辞めようと思ってた時、朝までとっくに付き合ってくれた。ちょっと大雑把で頼りないところもあるけど、俺たちはみんな寮長が大好きだったんだ。スカラビア寮生でいられることが楽しかった。それなのに。そう、カリムは本当にいい寮長だ。誰とでも分け隔てなく接し、選ぶることもない。ああ、なんでこんなことになってしまったんだ。あのよ、カリムのやつ医者にでも診てもらった方がいいんじゃねえか？言ってることがコロコロ変わるし、性格がまるで別人みてえになっちまうなんてちょっと変だろ。なんか悪いもんでも食っちまったんじゃねえのか？
毒ということはないだろう。もし毒の作用なら毒味係の俺も同じ状態になってるはずだ。確かにその可能性も否めないな。しかし医者か。ネッサの国に戻ればアジーム家お抱えの医者がいるが、今の様子じゃ実家に連れ戻すのも一苦労だろうな。そんな、このままじゃ俺たちが先に参っちまいますよ。今のスカラビアが抱えている問題はつい先日までハーツラビルが抱えていたものと似ている。ハーツラビルも寮長の圧政に寮生たちが苦しめられていたとか。あっちは寮長であるリドルのユニーク魔法が怖くて誰も逆らえなかったんだろうが、そこでハーツラビルの問題解決に活躍した君たちにアドバイスをもらいたい。俺たちはどうしたらいいと思う？ジャミルがカリムに決闘を挑んで寮長になっちまうのはどうだ？リドルの時は学園長の提案でエースとデュースがリドルと決闘したんだぞ。ま、あいつらポンコツで全然歯が立たなかったんだけどな。カリムはリドルと違ってユニーク魔法も大したことねえし楽勝な気がするんだぞ。それだけは絶対にできない。